やりたいことがあるからこそ人は成長し、いい仕事ができる。お前も本当はそんな仕事を見つけたいと思ってるんじゃないのか。そう固くなるな。少しずつでいい。エスター氏の、いや、俺の仕事に慣れていってくれ。ほんと、素直すぎるというか、見ていて飽きないやつだな。お前といると、不思議と元気になるんだよな。いや、答えなくていい。お前の体に直接聞く。